あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。経済重人だけが知っているお金の秘密。今回はお金は福利で増えていくって話をしたいと思います。このお金は福利で増えていくっていうのは、英語で言うと compound interest って言うんですけど、別に銀行に預けてるからそれが複合的に福利で増えていくという 意味もあるんですが、どちらかというと、それよりも、僕が思っているのは、お金っていうのは、ある程度お金持ちになると、飛躍的にですね、お金が入ってくる、そういうふうなチャンスというか、機会が増えてきます。例えば、公開する株を持ってくれませんかっていうのは、一般的な人には来ないと思います。これはですね、もし来たとしたら、 え、ほとんどが詐欺だと思った方がいいと思います。公開していく企業にとって1000万円以下の資本をですね、株、あの株を買ってもらっても、公開直前だと、ちょっと迷惑というか、事務の手数料というか手数が増えるだけで、えー、ほとんどの場合必要ありません。どちらかというと、それはごくごく初期の時には必要かもしれませんが、公開直前にはですね、よほど関係があるような会社だったり、取引先だったり、 そういう有力者だったり以外にはそういうふうなことはしません。なので、特別にそういう上場する株を分けてもらえるんだけど、これを持ってくる95%、もう少しは詐欺である可能性が高いです。なので、もしそれがですね、特に上場企業から、あるいは証券会社から言われているものでなければ、詐欺だと思った方がいいと思います。けれども、お金持ちの人たちには当然のようにそういった話が入ってきます。 そして、お金持ちになってくると信用も高くなってきますし、お金を貸してくださいっていう話よりも、お金を借りてくださいという話が増えてきます。例えば以前、数年前になりますけど、僕はある時、ランチでですね、お金持ちの人たちと話してたんですけど、あるだいたい評価額で20億円ぐらいするゴルフ場がですね、売りに出てるって話になりました。で、4人でご飯食べたんですけど、1億円ずつとりあえず、 え、出して4億ぐらいで買えるので4億で買うって話で、なんかほとんど、なんか1万円ずつ出してなんか4万円ものを買うみたいな形で言われて、え、1億、だ、大丈夫なんですかねとかっていうので僕は乗らなかったんですが、え、その後ですね、え、その4億で買った、え、ゴルフ場を7、8億か10億近くで売ったっていうのを聞いて、あ、やっぱりそういう話ってあるんだなと思ったんですが、え、例えばそういう銀行経由で来たものとか、そういったものはですね、え、ちゃんとしてるというか、 詐欺とかそうのじゃなくて、ただ単に評価が著しく下がっている、一時的に下がっているだけのもの、こういったものは投資をしてもうまくいくんですが、えー、けれどもですね、そんな話は一般の人には回ってきません。まあ、そういう意味では、お金持ちの人には、新しくお金を増やしていくチャンスっていうのが飛躍的に増えます。もちろん詐欺まがいというか、そういう話も当然来るわけですけれども、まあ、それは、えー、あまりにも そそのおいしい話話良さ,よさそうな話これさえ除外していけばある程度ちゃんとした話も残ってくるわけでそういった意味ではですねお金持ちの人たちは例えば1億円のお金を500万ずつ20箇所に投資するってこともできるわけですから、まあ、そうするとですねベンチャービジネスとしてベンチャーキャピタルとして考えたときに全然割りが合うようになってくるわけです。まあ、そういうういいい意味ででこののく,りふくりで増えて,いくっていうのは 普通の人が毎月積み立てして、そして利子が増えていくというよりは、皆さんの持っている富、そして名誉、名声、そしてインフ,インフルエンサーとしての力、こういったものがですね、富を引き付けるというふうに考えてください。例えば、ある程度のインフルエンサーになってくると、30万とか50万とか、100万払ってこういったことを宣伝してくださいということを依頼されたりします。パーティーに行っても、 帰り際にですねお車代ですっていうふうなの封筒をもらって開けてみたら10万とか30万とか入っているこんなことがありますけれども一般の人は3万円払ってそういうパーティーに行くわけでどちらかというとお金持ちの人とかの方が本当は30万払わなくちゃいけないのにそういった人の方がお金をもらったりとこれがですねある意味資本主義の力なんですね。まあ、そしててアメリカヨーロッパなんんんかであるる程度お金持ちちののの人たちの資産がどんどん増えてるっていうのは そうやって投資した会社がどんどん利益を生み出しそして市場価値が高まりそして自分がやっている活動もですね最初1年目は大したことないかもしれませんがそれが車力が長くなったりその人の体験経験が長くなって積み上がれば積み上がるほどそれもふくりふくりで増えていきます。なので例えば同じ商品サービスを提供しようと思って告知しようと思ったとしても 初めて2、3年の時には数百人、数千人しか告知できないのが10年経ったり20年経ってくると数百万単位の人たちに告知することが可能になったりします。まあ、そういった意味で当、ま、たり前ですが同じ商品サービスを告知するときに数千人に告知するのと数百万人に告知するのでは数十倍の差が出てくるのは当然になってくるわけです。まあ、そういった意味で若い時よりも30代、40代 50代、60代、70代になった方がよりですね、福利、福利の効果っていうのを聞いていきます。えもう一つこの福利の面白いところっていうのは、ある程度資産ができてくると、資産を買うっていうことができるようになってきます。えそうすると例えば35歳の時に一発当てて1億入ったお金があったとします。えそれを不動産に変えていると月 にですね、万の家賃がもらえるようなマンンションこれを買っておくとですね35歳の時に頑張ったあるいはやった仕事が50歳になっても年間何百万っていうお金を生み出すことになったりしますそうすると36歳であった37歳であった38歳であった仕事も全てお金を生み出すので言ってみればその自分がですね分身が10人一緒に仕事をしているようなことになりますこれが福利の力であったりします なので30歳の時よりも40歳40歳の時よりも50歳の時の方がお金持ちになれるのは当然になってきます。そして派手な生活をすることを控えていれば生活費っていうのはそこまで上がるわけじゃありませんからそうするとですね月々数十万あるいはせいぜい100万200万で生活できたとしたら500万円以上収入が入ってくると毎月ですね数百万から数千万円のキャッシュフローが 余剰になってくるわけですこういったものを通しておくと、まあ一部は損すると思いますが、それがですね、またふくりふくりで、新たな富を作っていく。こういう循環に入るわけです。お金がない人は、例えば月に40万とか50万の収入の中から、家賃払ったり、ローン払って子供のなんか出して、そして親を一回温泉に連れて行ったら、もうほとんどお金が残らなくなってしまうわけです。 月に100万とか200万稼いでる人でも、今度は家賃が50万とか70万とか、そういったところに住むようになって、車のローンとかも20万とかになって、海外旅行に1回行って100万かかって、そうするとですね、月収50万の頃と変わらないぐらい月々残るお金が5万とか10万だったりするわけです。まあそうやって考えると、お金持ちになってくると、ふくりふくりで、お金が増えるのを止めるのが難しいぐらい、資産っていうのは増えていきます。なので、 最初の100万最初の500万最初の1000万最初の3000万ぐらいを超えればそこからですねあっという間にお金持ちの方になっていきます。なのでこの福利の力っていうのはお金がなくてほとんど月末にお金が残らなくてそして投資する余裕がない人にはピンとこないかもしれませんがある程度経済的な自由を得た人にとってはこれは非常な力になるということになります。 具体的な事例を一つ挙げます。これはやや古い話ですが、本田正六さんというですね、僕の心のメンターもおりまして、明治時代に活躍した人なんですが、代々木公園とか、明治神宮とか、そういったのを作った人です。もともと心理学の博士だったんですが、自分のですね、大学の先生のお給料の大半を貯金に回して、そしてですね、まあ当時珍しいというか、 自然保護の観点から森林ををどどんんん買っっっっっててていくってことをやってらっしゃったんですね。そして給料の範囲内それも大半を貯金して投資するわけですからすごく貧乏な生活を最初はするわけですが途中からですね自分が買った山林そういったものがですね価値を生み出すようになって後々大富豪になっていくわけですがそう言ってですね自分のその資産というものを最初の なけなしの給料の中から投資していくことによって途中からは大学の先生の給料よりも自分のですね投資しているところからの収入の方が多くなってそしていろんな活動をされるわけですが、まあ、大学の先生そして心理学という非常に地味な分野でありながら投資哲学がしっかりされていたので明治から大正にかけてですね活躍された方なんですがその方はですね後々大富豪になって そしてそれだけじゃなくてこう全国各地の森林を残していくそういうふうな素晴らしい業療も成し遂げられた人がいます、まあ、そんな形でやられた明治時代の人もおりますし昭和のメンターでもずっと毎月給料のですね10%ずつを積み立ててそれを投資に回すっていう人がいました皆さんも考えてみてください 今まで20代からアルバイトした時から、まあ今30代、40代、50代、60代何歳かわかりませんが、今まで稼いできた10%が残ってるだけでものすごい金額になってませんかもし今まで稼いできた10%以上の貯金がなかったとしたら、あなたはこの福利の力を知らないということになります。もし今まで稼いできた10%をしっかり転引きして、そしてそれを運用して一切手をつけてなかったとしたら、 大体僕の計算では45歳ぐらいには経済重鎮になれる計算になります。ということはあなたはお金を使いすぎたということになるわけですがあんまりこれを言ってもなんか嫌な感じを与えるだけなんでこれぐらいにしますがお金のことは難しいようで実はシンプルだったりします。まあそういったこともですね経済従鎮の人たちは知ってるわけです。まあ秘密というよりはちょっと考えれば常識なんですがでもどちらかというとできない人の方が多いような印象を受けます。 お金の IQ 的には毎月入ってくるお金の10%を一切手をつけないってことをするだけであなたは20年ぐらいで経済自由になることができますお金の永久的には自分に入ってくる豊かさそのエネルギーを味わいながらしっかりお金をエネルギーとして貯めておくそれによってまたお金を連れてくれるようなそういうエネルギーに変えておくこれによって経済自由人の道が広がってきます そういった意味でそんなに難しいことじゃないと僕は思います。あなたがもし本当に経済的に豊かに自由に生きたいのであればぜひお金について学んでください。そんなに博士号を取るような難しいことは一つもないと思います。ただちょっとした心がけと知識これだけであなたにとっても経済的な自由な道っていうのは開かれていると思います。さてでは お待ちかねのハッピーマネーワークですが、あなたはどういう気持ちになったでしょうかそして、さあ、こっからやってみようと思うこと。これを書いてください。例えば、この福利の力を聞いて、そうか、貯金を10%して、そして一生手をですね、つけない講座を作る。これだけでもあなたの人生っていうのは劇的に変わっていきます。そういったことでもいいですし、10%を何らかの形に勉強に使っていく。こういうことでもいいと思います。 あなたが経済自由人になるためにしておきたいなと思うこと、今日から始めたいことをこのコメント欄に書いてみてください。それによって、あなたは経済自由人の道を最初の一歩を踏んだことになります。そしてもしそういうふうになりたければ、これから私は経済自由人になります宣言をこのコメント欄でしていただきたいと思います。どんな人でも経済自由人になることはできます。アンソニー・ロビンズという人が言ってます。人は 10年でできることを過小評価して、1年でできることを過大評価する。こういう言葉があります。1年では大したことができるような感じがしますが、実際にはできません。そして、10年経ったら、すごいことができるのに、コツコツやって、10年後、そんな大したことになるとは、多くの人は考えてないと思います。ぜひ、あなたの意見、感想、これをコメント欄に書いてください。すべてのコメントは読ませていただきますので、楽しみにしております。 あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。もしあなたがお金についてもっと学びたいということであれば、お金の通信コース、令和版というのを用意しています。お金の通信コース、平成版というのを20年前に作ったんですが、これをですね、2万人近い方が受講されています。今回、令和版ということで新たに新しい時代のお金とどうやって向き合ったらいいのか、 何を学べばいいのか、こういったことが学べるようなコースを作っています。無料で学べる1時間15分の動画を用意してますので、ご興味のある方はこちらから見てください。